想像図ロストラの左側の円柱フォルムロマヌーム、内での一応金の利点表は古代ローマの道路原表であり、ローマから伸びるすべてのローマ街道の起点とされたマイルストーン。紀元前20年、ローマ帝国初代皇帝アウグストゥスがフォルムロマヌームのロストラ空きに建てた。その後直ちにミリアリアムアウレウムと命名されたと推定される。 日本語で金のマイルストーンなどと表記されることもある。黄金の利点表には、ローマから帝国各地への距離が表示されていたと推定されるが、マイルストーン本体は失われ、現在はマイルストーンの基礎部分だけが残っている。現在まで伝わっているフォルマウルビスロマエでは、黄金の利点表があった場所を描いた部分が失われてしまっているため、 このマイルストーンが実際どこにあったのかの確かな情報は存在しない。当時の記録で黄金の利点表に言及したものは少なく、そのことが場所の確定を困難にしている。現在、サートルーヌス神殿横にマイルストーンの基礎部分の破片が置かれているが、1959年のコラーの発掘調査、1833年の文前による発掘調査をもとにして、 多くの考古学者が場所の特定を試みた結果、ロストラの南西角にあったと推定されることになった。この場所はロストラの建築物を挟んで北東角にある程度、ローマ基準点と対応なす位置にあった。黄金の理定表の形状は、他のマイルストーンと同じく円柱状の大理石でできており、表面に刻まれた文字に金箔が埋め込まれていたと推定されている。 建築士やクリスチャン・ハルソンは1835年にサートゥルヌス神殿があった場所で金箔がはめ込まれた、それらしき巨大な大理石円柱を確認している。しかし他の専門家の推定では、マイルストーンの円柱全体に金箔が貼られていたという説や、大理石ではなく青銅製の円柱に金箔で文字が書かれていたという説もある。マイルストーンの円柱寸法は、 高さ3.245メートル、直径1.15メートルだったと推定され、基礎部分の直径は3メートルであったという。マイルストーンの表面に刻まれていたのは、ローマから帝国各地への距離だというのが定説であるが、黄金の利帝表を立てたアウグストスを称える文だけが書かれていたという説、執政官や道路長官の序列順位が書かれていたという説もある。また、 帝国各地への距離を書いていた場合でも、その距離は、この場所からではなく城壁の門からの距離であったという説もある。ありがとうございます。